シルクファミリーの桐生です。今日はなんと憧れの長谷川商店の会長さんにサオリの折り方を教えていただいてます。よく言われますわ。もうちょっと感動しちゃって嬉しくて、すごくお上手ですよ。さっき間違ってばっかり。いやいやいや、本当にこう言って、こう言って、でこの辺でちょっと持ってて、この辺で操作して、そしてずっとやって足を変える。あとまだ行くんですよね、これはね。そうですね、4本ね。この配色は会長さんに選んでいただいちゃったんです。嬉しいことに。こうやって、でこうやって足を変える。そうそう、あと1回ですね。あと1回。でピンクとオレンジって私大好きなんだけど、その島になるんですよ、なんと。あれ、これ5回目になってるから、これバックして5回が生じました。で今度ピンクね。ピンクですね。すいません。もうちょっと打ち込みをソフトに。あ、はい、バンバン、バンバンやっちゃってるね、私。ダメだな、なかなかね、初めての体験、生まれて初めての体験なので、なかなか難しいです。これが入っちゃったらダメだ。そうそうそう、 OKOKOK。打ち込みをソフトに、打ち込みをソフトに、これはカシミヤとシルクですよね。アンゴラとカシミヤとシルク、すごいすごい糸ですよね。そう、カシミヤだって長谷川さんだもんね。最高の糸で、あの中国でスライバー入れて。そうなんですね、うん、最高の糸でやってらっしゃるの。最高のシルクの綿とブレンドして。今これはあのすごいですね、長崎の宝石さんで引いてもらったりして、なんかすごい素敵な糸でね、作らせていただいて、めっちゃ幸せです。これで間違ってないのかな。そうですね、はい。でこの横糸は、うん、これモヘア、はい、モヘアは南アフリカのケープタウンから、あの綿を 24.5 マイクロンの綿のみを、まあ、生後3ヶ月以内 の、 あの、ヤギの綿だけを入れて、あのもう最高も最高ですよ ね、 ね、まあ、この今のこの横糸のモヘア関係は、まあ、アメリカの主義関係、うちの一番メインのお客さんは、まあ、一かせ 25g にして、あの手芸師としてあのアメリカ向けにこう販売してる。すごいですね、うん、で国際的ですよね。こちら の、 あのピンクの糸は、はい、まあ、これはモヘアと野産 の、 あの木と粘土をして、で、まあ、野産の木との粘土、そう、すごいですね。野産の木糸が大体これ75本ぐらいの糸が重なったのと、モヘアのループと粘土をしている。すごいですね。この糸は、この糸は主にシャネルがたくさん使ってる。シャネルが使ってる糸で私今織ってます。シャネルが使ってる糸で織ってます。何ができるでしょうか、下手くそだからね、織りが。これで4回いったかな。そうだね、そうですね、ちょっと慣れましたね。もうちょっと打ち込み軽く、打ち込みね、軽くね、もう本当にあのダメだな、難しいですね。肩の力抜いて。まだね、肩の力抜けないんですよ。必死で。必死。でもちょっと覚えてきたから、抜けるかも。あ、でも硬くやっちゃった。これが2回ね。これが2回。ここら辺で、軽く。よし、よし。こんな硬いと一緒なんだけど、ね、これで私これだいたい2メーターこれでやってます。わあ、素敵ですね。だいたい2メーターで、これ私1時間でだいたい折れるようになったんですよ。1時間でできちゃうんですか、それが。そう。なんかね、糸を使うには一番最高ですね。うん。これ風合いも自分の思うようにこう車内でできるから。ゼリー屋さんに出さなくてもいいし、いいな、うん、最高ですね。あの最高のあれだわ、趣味だわ。まあ、だから教室で私、まあ、通おうかな。6000円で、うん、でまあ大体9時から5時ぐらいまでかかってやられて、うん、でも完成までいかんから、
あとは私がもう根気よくこの指にやってあげて洗ってそれで次の日に発送して、でまあ糸は自分の横糸、縦糸はもう限定5種類ぐらい限定されてるんで、それじゃあまあそういうような仕組みで今刺しは、まあ利益もないもん、もう、そう、利益いらないですもんね、ないですね、利益いらない、うん、会長です、長谷川商店の、まあ、本当にあの たまには徹夜なんかもしがったら、いや素敵じゃあ一日でできるんですか。まあ出てくる。あら、じゃあ交通費使ってきても、いやいや、まあ一個できちゃうんだ、まあ、大それた社長に来てもらったらね、まあ、大変なことだからもう。西岡さんに沙織ですかって聞いたら、いや本物の織物だって言うのね、沙織でしょって言ったら、いや違うんですよ、それじゃない、本当の織物ですってやるから、うん、と思って、うん、そうなんですね、卓上のテオリティやった大変も、手織り、あの足織りだと楽なんで、うん、まあ、すごいすごい、いや私体験できてね、すごく嬉しいです。今ね、ゆうちゃんもやってんだよね。今ちょっと中断して、撮ってくれて、あれちょっと。この人やってるのはカラフルです。ゆうちゃんまた、やってるとこ後で撮ってあげる。そうだね。この人らちょっと写真撮ってあげたら動画で。うん、動画で。